入学式は専門学校でも行われました。新入生たちがスペシャリストを目指し、未来への第一歩を踏み出しました。高知市の県民文化ホールでは、龍馬情報ビジネス&フード専門学校、龍馬デザインビューティー専門学校、龍馬看護福祉専門学校の3校が合同で入学式を行いました。今年度3校合わせて24学科に486人が入学しました。龍馬情報ビジネス&フード専門学校には、今年度留学生を対象とする国際ビジネス学科が新設されました。新入生を代表してネパールから来たラマ・カビタさんが先生の言葉を読みます。文化祭とか楽しみです。自分で勉強家とかでもしてコツコツやっていって、いろんな人の人生に関われるような美容師に目指したいなって思ってます。はい。うちのデザイン、アキデちゃんです。ああ、新鮮な人が多い、はい、から大丈夫です。自分はグラフィックデザイン科なので、パソコンを使ってそのグラフィックのデザインを学びに来ました。ピクサーが好きで、アニメーションの CG とかやってみたいですね。勉強していって、もっといっぱいいろんな作品見ていきたいと思います。授業は明日から始まります。